岡県北九州市八幡西区。ここは製鉄会社の社宅の跡地が新興住宅地として生まれ変わった町。その中心にあるのが特別養護老人ホームを併設する複合施設、イチョウ庵アノークラブ。今日はこの施設の前で秋祭りが行われ、地域の人も訪れにぎわいを見せています。ここを運営する社会福祉法人もやい声優会は2011年に理事長の権藤君江さんによって設立されました。この施設は単なる老人ホームではなくて、赤ちゃんから子どもたち、そしてお父さんやお母さん、高齢者の方たちまで地域の方たちが常に出入りするようなコミュニティの拠点となっている施設となっております。そしてスローガンはお互い様で笑顔がいっぱいをもとに、今までの老人ホームのような隔絶されたような場所ではなく、入居されている方が地域の住民、そして社会の一員としていつまでも生活できるような場所となるために開かれた施設となっております。驚くことに、この施設の職員には赤ちゃんが雇用されています。赤ちゃんの採用条件は、うまくお話しできないこと、入居者を笑顔にすることです。でも喜んでいるのは高齢者だけではありません。実家が遠いママなどは、人生の先輩から話を聞いたり、あやし方を学んだり、赤ちゃんは可愛いと声をかけられます。ユニークな取り組みはこれだけではありません。この施設には FM ラジオエアーステーション響きもやい通りスタジオがあります。そしてパーソナリティを務めるのは、入居している高齢者の方々です。高齢者住宅では一つ屋根プロジェクトと呼ばれる、地元の大学生が高齢者と一緒にレクリエーションや食事をすることなどを条件に、家賃無料で生活できる取り組みも行っています。初めはこんなに大勢のこの高齢者の方々と住むって難しいかなっていう思いがあったんですけど、今はもう挨拶から食事一緒にさせてもらって、もうなんか普段味わえないような経験もあって、正直ここに住むことによってなんか新しい家族ができたような、そんな思いがあります。普通の学生の一人暮らしだったら経験できないような、ただいまとかお帰りって言ってもらえる関係性になれたということが、一人暮らしで全然知らない土地に来た私にとってはすごく安心感もあって、すごく温かみのある経験だったなと思います。施設の5階は地域の方への貸し出しフリースペースとして、学習塾やヨガなどさまざまなイベントが行われ、いろいろな人たちが出入りしています。今日は子育て世代のママさんに向けたイライラしない子育ての講演会が行われています。暮らしてたっていうのはあったんですが、文化にない今から200社会の中での孤立を防ぐことが私たちの使命だと思っています。地域の中の人をつなぐには、人と人の顔の見える関係づくりが大切だと考え、地域の中のさまざまな世代がつながるような活動を行っております。スローガンはお互い様で笑顔がいっぱいです。